皆さん、こんにちは。あの、余韻が止まりません。やばい、東京ドーム。いや、すごいんだよ。東京ドームでやったんだよ、みんな。わかるあの、規模が違う。あのー、ね、これをね、どうしても僕言っとかないと、すごいことなんだよって。君たちね、こんな僕のペーペーみたいなやつが、うわ僕のこと言ってます。<laughs> いや、もう東京ドームで、こんなライブをすることなんか、じ、もう一生語り継がれる。そのプラスね、ちょっとまだ、語り、まあ YouTube の方でもそうだし、語りきれてないなっていうものがあったから、まあなんか前とかはさ、そう、意気込み動画系だったじゃないそのありがとうございましたっていう動画も昨日出したんだけれども、そう、まだね、終わった後の裏話とか、それこそライブで起こったね、ちょっとしたエピソード的なのを話してなかったから、今日で、いや、今日でとかって言いながら、もう明日、もう明日が最後だとして、ちょっと動画もう出します <laughs>。とりあえず、僕は語りたい。プラス 明日はあのまあエピソード的なのを今日話すんだけれどもそのエピソードの詳しい動画みたいなのをあ、えー、明日の動画で出すんだけれどもね、まあ、ちょっとまだイメージついてない子がいると思うんでその裏話的なやつをやっていきましょうかあのね正直言ってさすがに疲れたあっ <laughs> ヘトヘトいやまあなんか筋肉痛とかにはなってないんだけどさそうねでもその東京ドームの前にバーチャルの公演もあったからすごいよねそこからまた 東京ドームやるんだよっていうのでね結構ねあのもう最終盤2日目あたりはねあれ5歳ぐらい老けてるんだよなんであれちょっとコロンク大人っぽくなったっていう風に思った人はただ単にあの老けただけです <laughs> あれは完全にやつれてただけだからまあまあまあでもそれそんなことよりもみんなを楽しませたいっていう気持ちの方がね強かったからもうねがむしゃらにいろいろねファンサービスとかもしたんだけれどもいやまたやりたいなっていう気持ちがねより一層 深まりまりしたねでじゃあ裏エピソード行っちゃっていいですか裏話まあお得意の僕はもう画伯なんでえー、絵を描こうかなという感じでよいしょじゃあこちら印象に残ったのは2つあるんだけど僕の中でねふつねいやいっぱいあるんだけどもね特に2つあったのがまずソロの コーナーナっっていうのがあったんですよソロコーナーっていうのがあって僕だったら「敗北ヒーロー敗北の未来地図大予言404」っていうね感じのソロ曲を歌わせてもらったんだけれども全部ねオリジナル曲で結構ね振りとかも入れたりとかしてねそうめっちゃいい感じになって。 たんだけのその話をしよう,そ,うその中の楽曲で、404というね、楽曲があるんですけれども、この404がさ、めっちゃかっこよくて、大体もうツイートとかエゴさを見ると、404の演出がすごすぎた、火がやばかったって言うけど、あれ、僕は <laughs> みんななんか、違うね、あの、火の演出かっこよい。いや、僕かっこいいだったらさ、全然さ、嬉しいなってなるんだけど、火かっこいいは、あの、そんなに嬉しくはないよ。演出がすごいだけであって。だから僕褒めて、 い多分それセットでやってくれてんのかわからないけどまぁ、あ、ねとにかくねでも404めちゃめちゃかっこいい曲であのぜひね YouTube にも載ってるので聞いてみてくださいまあその中でねちょっとそうバッチバチにかっこよくね決めるシーンがあるんだけどこう演出でこうもうどどうしようとここ,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 こステージ <laughs> ここステージでここステージで僕が最後後ろあ ここセンター、こういう感じで、なんだっけ、この中央、写真見たらさ、わかるじゃないこんな感じでなってて、最終的に僕が真ん中で決めるシーンがあるんですよ。じゃあ、リスナーさんのこうやって、こう、てん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 ってね、これサイリウム振ってあるんだけれども、その中で、うわ、めっちゃかっこいい。火の演出、すごーいこれどうなっちゃうのみたいな。で、結構ね、振りも完璧で、間違えずに、スムーズにいけて、もうこれ、バッチバチに決まったわ、みたいな感じで、 最後ね決めるねシーンがあって終わりの「ってれてってってってるでって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 てて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 ッテてテてみたいな感じで終わるシーンがあるよそこで僕が後ろを向いてね後ろを向いて最後決めポーズで銃を上に打ちつけるシーンみたいなのがあるんよここのね ポップアップっていうのかなあの真ん中に穴が開いてて、ててって決まったら、これがガラガラガラって下に下がる仕組みになってて。で、最後超か,かるうかわー左終わりすごーいで、ね、終わる はずだったんですよね。はずやったんだけど。え、これわかんない。気づいてたのかなモニターにはちょこっとね、映ってたような気がするんだけれども、最後後ろでバーンって打って、上を向くシーンの時に、あまりにも僕が手をね、パンって思いっきり上げすぎた結果、か、前のめりに体重がいってしまって、あの足がね、プラプラ ふるえ始めてめっちゃバランここがなんかめっちゃさバランス崩しちゃって最後よく見るとねカタ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 って小刻みに足が動いてんだよね。最初から途中まではさバッチバチにさね振りも決めてたのにもかかわらずいちばんで一ちばんずかしいミスをするっていう。プルプルふるえながら下に下がってった。 いやモニターには若干映ってたような気がしたんだよな終わりよければすべてよしっていうけれどもさ終わりが一番悪かったんだよね。<laughs> ほんと勘弁してくれよみたいなちょこっと恥ずかしいエピソードでございましたまあでも全体的にはもう100点満点だったんで100点満点やだったのでねまあよしとしますかねっていう感じのちょっとしたね面白いエピソードだったんだけれどもまあめちゃめちゃどれも楽しかったね。まあ、そんな感じであと一つ 僕の中で印象に残ってるのがあってこれが明日の動画で出ますこのエピソードの話した詳しい動画が今から何を話すかというとね最後の最後であの今この画像出てるじゃない記念撮影したでしょそうその前にみんなとかあ違う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 間違えた間違えた順番アンコールだアンコールで出てきた時にねなんかあまりにも綺麗だったから記念撮影撮ったんだけれどもみんなでちょっと動画を残そうみたいな。 感じでで動画撮影をしたんだよ会場でこうやってライブ会場があった時に記念に動画としても残したいっていうことでこう右端から左端までムービーを撮ろうよみたいなその時にせっかくだから一体化を出したいっていうことでウェーブしてくれるかなみたいなこと言ったよ <laughs>。僕たちが通った時にみんなウェーウェーみたいな感じで僕たちがこうやってスタートしたんだけれどもあのねあまりにも会場が広すぎて <laughs>。 あまりにも会場が広すぎて、あの、ステージから、端から端で、だいたいどれぐらいあるのかな ?50 メートルもあるわかんないけど、50メートル層みたいな感じでさ、で、あとみんなもちょっと疲れてたのか、走らないで歩いてたんだよね。<laughs> だからさ、あの、行くぞってなった時に全員行こうとするんだけど、あの、全然ウェーブになってないの。リスナーもなんか困惑してさ、いついつ遅くないみたいな、まだ立ってんのっていう。<laughs> いや、会場はめちゃめちゃ綺麗だった。 だけどだからうまくいかなかったっていうね。みんなもちょっとヘトヘトだったのか、走ることはね、しなかったんだよね、なぜか。<laughs> ウェーブってそういうもんじゃん。なんで走らないんだよっていう。そちらのじゃウェーブしようみたいな話も全部明日の動画とかで載ってるのでぜひ皆さんお楽しみにしといてください。っていうので、トータル的にもう考えると、ね、いろいろすごい忙しかったけど、なんかそれ以上に得たものがありすぎて。うん、いや、素晴らしいね。思い出になり ありましたいやすごくないいやこれ,これ景色見たらやばくないかこれすごいよね <laughs> えこれ本当に僕たちのリスナーさんす なんか観客いるの本当に。すごいよ。そんぐらい好きでいてくれているね、子たちがいっぱいいるなっていうので、改めてね、ありがとうっていう気持ちも伝えたいし、これからもストップリ頑張っていくので、ぜひ応援よろしくお願いいたしますそう。僕ね、こういうこともやったりとか、普段はゲーム実況とかね、歌とかあげてるんだけれども、こういうね、ライブ活動とかもやっているので、気になったりとかね、あ、コロン君ってこういう人なんやと思ったら、ぜひライブめちゃめちゃ楽しいので、ライブの方、 も遊びに来てくださいそうないよえ、ライブえそうなの行けるのみたいな感じの子いると思うでしょ実は夏セーブドームでまたドームでね3年ぶりのセーブドームライブをすることが決定しましたよいしょちょっとコロン気になるなとかライブ行ってみたいなっていう人はぜひね遊びに来てくれると嬉しいでございますっていう今日は改めてありがとうを伝えるプラスいやこんなね記念に残 起こるよううななとはもう人生に何回あんのかないののかかっっっってていいいいいううぐらいねすごいこととなんだよっていうのをちょっと自慢したかった <laughs> いや、すげえじゃんこれだけ見たらいや、僕のこと知らなくて、これだけ見たらなんかすごい人なんだなってちょっと思うよあ、コロン君ってすごい人なんだって、ちょ LINE のホーム画面にしようかな <laughs> っていうぐらいね、楽しい思い出を作ることができました。ありがとうはい、ということで、これからも活動頑張るので、応援して してください。それじゃあまったね。バイビーありがとう。いやガチです。げー 最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録のやり方はパソコンの人は右のボタンから、携帯の人はね概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そしてね、ツイッターも毎日更新しているのでフォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。